The following is a non-profit fan-based subbing of Midnight Horror School. Midnight Horror School is owned by Milky Cartoon and Naomi Owada. Please support the official release.遅かったな。待ちくたびれたぜ。改まってお話って何？今だから打ち明けるが、実を言うと俺は宇宙人なんだ。またいつもの嘘ね。まあ、見てな。UFO よ。来い！わあれに乗って故郷の星へ帰ることになった。ダメダメダメ、近づきすぎですよ。二人とも丸見えです。UFO の正体がバレた。ルアー下ろして。ねえねえ、僕らの UFO 本物っぽかった。効果満点だったぜ。本当？うそ、俺のキリスプレーのおかげで UFO みたいに見えてるだけ。何すんの。この方が UFO っぽいぜ。もう僕ら一生懸命やってるのに。ワット君、ワット君の電球を取り替えるまで休憩です。ウソップが主役なんて面白くないもん。どうしたの？さっきみたいにUFO が見えたら素敵だなと思って。お芝居だよ。そうね、 UFO が見えたら素敵か。よし、 UFO よ来い、 UFO よ来い。そう、 UFO だ。UFO を呼んだ？それっていつもの嘘でしょ。不思議学芸会は放課後だよ。芝居の話じゃない。俺は本当に UFO を呼べるんだ。よし、見てろ、今から呼んでやるから。UFO よ来い、 UFO よ来い、 UFO よ来い、 UFO よ来い。何あれ、不思議な、あれが UFO？ さっき見たのとそっくり。ハエに光るペンキ塗ったんだ、生かすだろ。ソップ、 UFO ってこれなの？違う、これは UFO じゃない。じゃあさっきの話は嘘？違う、多分今 UFO の調子が悪いんだよ。放課後ならきっと。じゃあ放課後の不思議学芸会は UFO の呼び出し実験に変更だな。話ってなんずろ？親分、さっきの光るハエ校庭で飛ばしたかい？おお、見てたか、 UFO みたいだったろ。ゲホゲホゲホ、何しやがる。親分のせいで俺は UFO を見せる羽目になっちまったじゃないか。けえ、お前が勝手に勘違いしたんじゃねえか。親分の悪ふざけには付き合いきれねえ。そう、勝手にしろ。おい、ウソップ、親分はな、お前が主役になったことが嬉しくて芝居を盛り上げようとわざわざハエを UFO にしたずら。よう、ちょっと頼みがあるんだけど。ワット君をいじめたマグ、そんなやつの頼みは聞けないマグ。そうか、悪かったな。お前たちは仲が良くていいな。なんか寂しそうだぷ。ほら、幸せだぞ、ピン。でした。ジーニーさん、怪物の正体は何だと思いますか？被害者の証言を総合すると、怪物の姿はこんな感じだと思われます。
まさに宇宙人です。やっぱりウソップの話は本当だったのよ。うん、ガラクタは UFO の修理に必要なんだよ、きっとね。ウソップ。まあな。ウソップ、放課後を楽しみにしてるわ。どうしよう、今さら UFO 嘘だったとは言えねえ。宇宙人さん、お願いです、放課後 UFO を見せてください。俺たちだよ。よっと、ウソップ、UFO の材料持ってきたぜ。どうしてそれを。親分は何でもお見通しずら。俺たちの手で UFO を飛ばしてみんなをあっと言わそうぜ。親分。これを持ち上げろ。次の作戦だ。我々の UFO の修理に協力せよ、宇宙人マグ。マグメロン2号、宇宙人をやっつけるマグ。せよ。いやだマグ。助っ人は諦めて材料だけかっぱらおう。それ毎年恒例となっています不思議学芸会。今年は大幅にプログラムを変更いたしまして、ウソップによる UFO 呼び出し実験を行います。わっ、 UFO が出現する前触れでしょうか。校庭に変化が現れ、息を飲んでウソップの登場を待っています。霧の中からウソップが現れました。来たね UFO よ。チューブソムヤムヤ。もう限界ずら。頑張れウソップのためだ。何かすること。あの複雑な飛び方はまさに UFO ですね。ウソップ、もっと近くで見たい。着陸させて。それは無理。仕業だったの？ UFO？ まだあんたたちそんなこと言ってるの？たちの UFO の光に誘われてここまで来てしまったそうじゃ。三人ともすごい、本当に UFO 呼んだんだ。ウソップ、ヤムヤ、チュービー、先輩はお前たちを気に入って誰か一人アシスタントとして欲しいそうじゃ。行ってみるか。すごいや、 UFO のアシスタントだって。校長先生、誰か一人だったら俺
それはいかねえ。オラもずら。俺もだ。もう、もったいない。三人は一心同体なのさ。まあ、それもいいじゃろ。友達を大切になと先輩からのメッセージじゃ。来てくれてありがとう。さあ今夜の不思議は宇宙人じゃ。銀色に光る謎の宇宙人。 UFO の修理に協力せよ。親分臭いずら。ついできまった。親分の舌はやずら。何なんだったの。もう最低。ああ早く窓を開けるのじゃ。今夜はこれでおしまいじゃ。